どこなんだここは。というわけで、進めていきますか。これ昔の学校なのかね、わかんないけど。屋上を立ち入り禁止にするべきだ。そう思わないか。屋上で何かあったのか。いや、これ過去編もしかして。そうだな、このあの子 SOS を出していたのね。今更気づいても遅すぎるけれど、この感じからして今の学校じゃねえよな。木造っぽいし。手が引いとる。ピアノ。お？希望の雫。この学校の七不思議。やっぱり呪われた屋上が一番だよな。七不思議なんてあったんだっつうか。そもそもこれはコウスケの学校の昔の過去編というわけでいいのか。別の学校だったりするのか。わかんないけど。花柄のハンカチ。なんか花物を集めてるな。何かあるのかな。うん。確かこの前も集団のやつがあったよな。この学校、呪われてるんじゃないか。うん。自殺？まさかの。みんなで身投げをしたのか。飛び降りたの、ペケコみたい。はまさか花柄物を集めてるってそういうことか。もっとベテランだったら防げた。先生、あんまり自分を責めちゃダメですよ。先生、うん、次長。急行車でも次長する。やっぱり急行車か。お、それなら城壁城塞いいですね。なかなかいいもの手に入れた。そうだね、つつましき城塞の強化版だからそっちつけてもいいかもね。まあ勘のいい人なら気づいてるかもしんないけど。ふう、妨害になったぜ。勘のいい人なら気づいてるかもしんないけれど、うん、なんかやっぱり花子さんとあのコウスケのね、担任の先生が深く関わってるような気はしますね。うん。そういえばそうだね。最近全然越境の使者見ないけど、どうしたんだろうっていう感の鋭い人、これまた気づいてるかもしれないけど。さあさあ、そこがどうなってくるのかが面白いとこだね。というわけで、まあ装備品を。変えつつ。チャージホールドね。やっぱじいちゃんみたいに TP 結構高い数値の人がいると重宝しますね。100に貯めといて、もう次の戦闘でそれを初手でいきなりゴッドファーザー打ったりとかね、できるからね。そうさ、ここは理科室か。知ってる？バツバツが飛び降りたんだって。さっき言ってた人のことかな。薄暗闇に立つ人体模型。ごめん、読めなかったわ。つか、なんかパソコンが、なんか、重たいせいか、すげえ遅いな。画面が固まってる気がする。ごめんね、今回もなんか、音声がね、ノイズめっちゃ入ってたんで。うん、動画見ながら喋ってるんだけど。ちょっとね、直していかないとね。はいはい、屋上かな。お、やっぱり、先生、あなたなのか。おかしいよね。先生がなんで、どうして、ここにいるのか。これだって本来の学校じゃないからね。無力だった自分を戒めて、前に進むことができるからね。先生？私はすでに死んでいる身だ。君たちと同類だよ。川越先生、死んでるのに。そうだよね。生きてる人と普通に喋ってたよね。三者面談。個人面談してたよね。私も君と同じ力を持っているからだよ。君は捨て去ったものを取り戻したようだが。越境の使者、気の利いた皮肉だと思わないか。死してなお、生への強い執着心を持ち、
挙句の果てに憑依してまで立ち戻る。あんたが最後の一人というわけか。私はそれを受け入れていた。むしろ喜びさえ感じていたよ。川越先生は結構なわけありだと思うけどね。いやだって多分そうだよね、自殺しちゃった生徒の担任だったんだよな多分。うん。自らの下に取り付くことで食材を続けることができるとね。あ？ああ、なんか固まった。もうあの子のような子を二度と出さない。しかし取り付かれていたのは私の方だった。死んでるうちに欲が出てきてしまってね。猶予と負の感情に取り込まれてしまったようだ。うん。先生。でも先生はもう根っからの悪じゃなさそうだよな。今までのなんか植物人間とか、ヒャッハー野郎みたいなさ。あの二人とは違うような気がするけど。大切な場所で大切な存在を殺めてしまう。だから、君たちに頼みたい。幾多の絶望をくぐり抜けてきた、君たちに。今までの、やっぱり、コウスケたちの動きとか全部知った上で話してるんだろうね。これやっぱり。すまない。囚われし者。めっちゃ頭抱えとるやん。かわいそうだな。助けたくなっちゃう。はい。というわけで、川越先生とバトルか。先生、お手柔らかにお願いします。はい。というわけでやってきますけど、多分この敵ね、結構強いんですよ。で、体力もね、猶予が7493か。あるので、まあ、カットをちょくちょく挟みながらやってきていいとは思いますけども、まあそうだね、物理武功をやってくるので、本当に厄介だったな、先生。物理武功やるま、解けるまでさ、本当になんだ、メガストロークとかで、その、物理、防御力無視の貫通のやつじゃないと、攻撃が取らなくて、結構苦戦しました。というわけで、まあ大まかな作戦としては、マナミか。マナミちゃんが、シートン美脚の境地を使って、まあ、他の、ね、3人、プラス、マナミちゃんの TP を爆上げして、まあ、攻めていく、というスタイルだったんですけども、結構苦戦したね。MP も結構取られちゃって。そうだね。葵ちゃんがもう45か、MP。こんな感じでね、もう、どんどん取られちゃってね。うん。なるべく早く型をつけようという作戦でやっておりましたが、それでもうまくいかず結構長引いたんですけどね。いよいよ8000ぐらいあるからね、強いんだよねやっぱ。さあさあ、ていうか BGM めっちゃかっこいいなこれ。今思ったんですけど、すげえかっこいい BGM してますね。やっぱハズレがないなこのゲーム。 BGM に関してすげえどれもいいなね。なんかストーリー的に考えると、川越先生のこの重たい雰囲気を考えるとさ、もうちょいね、なんかしんみりした BGM かかっても普通に考えたらおかしくないんですけど、あえてここでかっこいい BGM 持ってくるあたりがなんかすげえな。はい、というわけで順調に、順調とは言えねえか。うん、まあ何ターンか経ったんですけど、カットしてから。うん。やっぱ強いね、川越先生。厄介ですね。まだされてないかな。川越先生やっぱなんか両親の呵責があるのかわかんないんですけど、こっち側のね、ライフ、猶予をね、回復してくれたりするんですよね。確か。この後かな、もうちょい。うん、いやもう戦いづらいよ先生と。はいはい。ミイラ取りはいずれミイラになる。悪魔のささやきに耳を傾けた時点で私は、うん、やっぱりもう後悔してるんだろうな。川越先生かわいそうになってくるわ。報われてほしいわ。ゴッドファーザー行け。オッケー、強いねやっぱ。300-400ぐらいのダメージを5回ぐらい
プラス防御力ダウンだからね。ほんと強いわ。うん、燃費が良ければ本当にもう使、もっと使ってるわ。というわけで。そういえば、プリズムブレストってもう動画で出しましたっけ？プリズムも結構強いんですよね。うん、やっぱり防御力無視の貫通ダメージはありがたいわ。中くらいの、葵ちゃんももうちょい強くなってほしいけどね。まあもうちょいかかるんだろうね。中くらいのがあるってことはね、その先も、一個ぐらいあると思うからな。それなら調査いいですね。全体3ターンね。いいね。やっぱ一人に5ターンかけられるよりも、ね、全体3ターンの方が、お、すまない。あー来た！攻めてものつぐらい。猶予くれるんだよ、これで。あーもう本当にもうやだ、先生。もう戦いたくないわ、本当にもう。なんて優しい人なのかしら。てかもう本当にあれだな。後悔してんだな、ずっと。こうなってしまったことも多分、ね。いよいよ9000増えてねえか。あれ俺間違って言ってたんだな。じゃあ7493はコウスケの猶予のことか、もしかして1万超えてたか、もしかしたら。すいません。はあ、はあははあ、9000か。それで今でもこの9000だもんな。結構猶予削ったと思ったんだけど、やっぱ強えわ。いけ、アムちゃん、いけ。中くらいの、何事も過ぎたるは及ばざるが如し。自責も、次回もね。お？狂気への自責。うん。まあ、またこれ、あれか、物理向こうかな。はぁ。先生。プリズム。プリズムいけますかこれ。ダメだ、固まって全然見えないわ。プリズム。やばい、じいちゃんの猶予がやばいな。1070しかない。大丈夫かこれ。総理との城塞、ディフェンスアップ、神道密局で TP 増やして、からの、いっけ、プリズムかなこれ。プリズムブレスト。1514、強い。普通に強いよね、これ。防御力無視の貫通ダメージだもんな。うん。まあ、ダメージは抑えられているんだけどな。猶予がやばいな。じいちゃん TP100 あるから、回復させてもいいかな。回復技があるんですよね。TP100 使っての。起死回生の祈りっていう。それ使ってもいいかもしれないが、どうするんだろう、俺。新規って誰かかかってる毒かなんか。いや、かかってないよな。うん、で、何する？消し返せ、行っちゃった方が俺いいと思うけど、行くか。うん。だよね。971はさすがにちょっとな。で、まあ、スキル使っちゃってもいいんじゃないかね。はいはい。10くらい。滅却がほんと強い。プリズム。お、いいですね。2ターン連続プリズムか。これでもう3000はいったね。これだけで。あ、そっか、物理無効かかってるから、今のは、無駄。無駄以外の何物でもないと。はい。で。敵の猶予が見たいんだけど、パソコンが固まってしまい、うん、全然、あれだね。見えないね。スプレッドシフト。失うときの足元が崩れる
時の感覚。君たちもすでに知ってるから。あ？なんだっけ？崩落と没落。あー、スリップ厄介だね。そうだ、これ結構厄介でさ、状態異常がかかんない人がやっぱ一人でもいた方がいいんかなと思ったんですよね、この時。そう、回復薬がね、転んじゃうと、結構ね、お、4905、もうちょいだね。だいぶ削ったな。さすればまあ、今までと同じぐらい、同じような作戦で攻めれば、本当にあとちょっとかね。まあ、物理武功が溶けてたのなら、じいちゃんのゴッドファーザー使っちゃってもいいと思うけど。どうする？いきますよね、やっぱね。あ、その前に HP 回復か。481。そんな削れてた。もしかしてあれかな、見えなかったんだけど、さっきの騎士改正の祈り、スリップで、あれかな？できなかった感じかな？これで回復して、で、まあ、お、物理無効解けたか。予防線。3220。もうちょいだ。こうちゃん攻撃上げて、まあ、攻撃しつつ、じいちゃんの、じいちゃんスキル使えないから、どうするかね。10くらいやって MP 回復か。レアマン見つけで、滅却やりのコウスケの攻撃のアタックが元に下がって戻っちゃったね。で、じいちゃんも攻撃か。はいはい。で、またスリップ。じゃない。大丈夫だった。予防線。状態異常効かないのもね、地味に強いんですよね。4人とももうね、状態異常攻撃持ちなんだけど、それが普通に無視されちゃうからね。さあさあ、そんでそんで。670。あ、37。もうちょいだ。これで終わるかな、じゃあ。バタフライと言っちゃっていいんじゃないかね。まあ、コウスケの攻撃力なら、普通に一旦で終わると思うんだけど。まあ、あえてバタフライとでも。ね、防御力じゃなくて、物理無効かかっちゃってもね。あれなので、そっちの方が確実かな。バタフライと使った方が。ちょっと、決めにかかってるね。俺、このターンで。ちょっと使い、攻撃してからのバタフライと。久しぶりだね、バタフライと。で、500ぐらい食らう？お、ありがとう。もう大丈夫だ。世話をかけてすまなかった。いやー、辛いな、これ複雑やなー。根性、読めなかった。君によく似たあの子、彼もきっと救いを求めている。ただ寂しかっただけなんだよ。だから聖者を呼び出してしまう。聖者を呼び出す？だと？どういうことだ？彼の力に共鳴された聖者は、狭間の世界に召喚されてしまうんだ。よく似た現象を、僕たちは知ってますね。みんな来ちゃったからな、こっちに。コウスケ君や私がそうだったようにね。生身の目で、生身の身で呼ばれてしまったイレギュラー。それが生と死の業を背負った教会人。マージカルマンだ。ここでタイトルの伏線を回収すると。マージカルマン？兄貴はみんなと違うの？不思議だと思わなかったかい？君だけが何の能力も得られず、髪の色も変化していないということ。確かに。もう結構やってきたけどね、未だに何にも変わってないからね。私は死にゆく身だったが、コウスケ君の場合はまた事情が異なるようだ。少なくとも君の体はまだ生きている。もう気づいているやもしれんが、
君の中にはエースケ君の残滓がいてね。今までやっぱり、なんか、セリフがあったのは、エースケ君のやっぱ残滓なのか。そこにいる見えざる導き手は、あの子の最後の両親なんだ。そっか、じゃあ今、コウスケの体乗っ取ってんのが、エースケなんだけど、それをどこかで止めたいと思っている、エースケの両親が、コウスケの中にいるってことか。何者かの手に、何者かの手に、まだ出てくるの。悪いやつ。落ちてしまった彼を救ってやれるかもしれない。あの子は救済を求めていたんだ。君にね。結局、私では力不足、もう先生そんなになんかもういいんだよ。そんな深く考えなきゃいけないってわけじゃないけど。ダメだ、全然言葉が出てこん。兄である君が必要なんだ。先生が気に病むことじゃないと思うけどね。先生は頑張ったよ。教会人であった川越先生は憂いに満ちた表情で消滅していった。先生。なんかすげえ悲しくなってくるわ。なんかな、もう、先生が一番苦労してそうじゃん、このゲームで。まあ、じいちゃんとかね、いっぱい苦労してる人いるけどさ。一人で抱え込んじゃって、もう先生ほんとかわいそうだわ。静かな夜空に冷たい風が吹き抜ける。秋がやってきたようだ。あれ？今何月だっけ？9月だよね。そっか、まだ一応夏なの。夏扱いなの。最終章、神奈月と聖子。はい、というわけで。最終章か。早いな。まあこの実況、まあ、自分の個人的な事情によって、半年ぐらいやってるんですけど。早いですね。あっという間は面白くて。カルマ。マージカルマンか。そうね、マージカルマンってどういう意味なんだろう。ああ、少し考え事をしていた。実は、心理学に、マージナルマンという用語があってな。マージナル。うん。授業で聞いたことがある。確か意味は、青年期、教会人。こうちゃん意外とちゃんと授業受けてる。その通り。マージナルマンとマージカルマン。どちらも、教会人という意味だが、両者は似て非なる存在。か。そうだね。カルマっていう言葉と、マージナルマンっていう。言葉をかけてマージカルマンという造語を作ったみたいな。このゲーム主題歌じゃねえや。タイトルにもなったというわけで。帰ってきたコウスケの足取りをつかもう。金髪の情報通が何か知ってるかもしれないぞ。というわけで、やっぱりそっちに向かうね、ストーリーはね。帰ってきたコウスケ。やっぱりエスケなのか、それともまたまたいろんな事情があるのか。そこがちょっと気になるところではありますが、そろそろ時間かな。はい。というわけでまた次回かね。最終章やっていきたいと思います。お疲れ様でした。